皆さんこんにちは深川智孝です今日は12月19日火曜日え昨日もまたまた切れちゃいました今日多分ねあのデータちょっと移行したんで、えー、大丈夫だと思いますえちょっと昨日の続きえ深川智孝の youtube ラジオビジョンえ昨日の続きですよねあの18日月曜日からの続きで えブログの話だったんですよ、まあ、ファンサービスっていうのがメインなんですけど、あのブログで僕がねエゴサーチして見たブログの内容のことをちょっと話してて、胸にぐさっと突き刺さったっていうところで、ぶちって消えたんで、<laughs> えそこから話したいなと思うんですけど、えその方がね本当に書いてくれてたんですよ、淡々とねあの、まあ、深川選手と山,山瀬選手はねまだね初々ううしくて、まあ本当にね、あの僕と何歳違うんだろうな、10歳ぐらい違うのか、10歳は言いそぎ。 そうだなで彼なんかもね初々ういういしくてで子どもたちと一生懸命こう、まあ、接してでまあ遊んでくれてたんだけど僕なんかねちょっとベテラン風なちょっと風を吹かしながら <laughs> ま,あま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 あみたいな感じでまあかっこつけてやってたと思うんですよ <laughs> でもそれをあの完全に見抜いてくださった方がいてでそのブログにアップしてくれたんですよねでその最後にここがまたストーリーなんですよで その淡々とやっていったって書いた後にでもそこに参加していた子どもたちが次の日公園でボールを蹴っていたっていう話なんですよこれはやっぱりサッカー教室をやったその成果かなみたいなことが書いてあってうわーやっぱサッカーの力ってますごいよなってまあサッカーだけに限らずやっぱりスポーツってすごいじゃないですかそのことをねあの書いてくれたんで もうすごいなんかこうぐさっと刺さったんだけどあなるほどやっぱりこうやってイベントとしてサッカースクールをまあねやったりとかすると子供たちにそういった刺激だったりとかまたやってみたいなと思ってボールを蹴り出したりとかするんだなっていうその時の気持ちをなんかね、あのー、僕その後いろいろいろな活動してるじゃないですかで、まあ、もちろんあの障害を持った方たちもそうですしいろんな場面でやってるんですけど。 やっぱりその、まあ、1人の子供っていうことではないけど、まあ、それぞれ一人一人に思いを伝えていったらそれが大きくなればじゃあ例えばサッカーのチーム11人だとしたらもう11人揃うんじゃないかなってそうすることでみんなに、まあ、楽しむっていうことからスタートしてまだ知ってもらうということですよね知ってもらってで楽しんでもらったらボールを蹴り出してでそれがサッカーチームになったりとかそして行く末、本当にねあのそのこと 子供たちがもうプロのサッカー選手になっりだからそういった部分で僕はねちょっとやっぱりこうまあ適当にやってたって言ったらまあそんなねあのめちゃめちゃ適当にやれるわけでもないんですけどやっぱり淡々とやってたっていうところが僕の中にああそういえば昔の自分ってそうだったよなってじゃあ今どうなのかって言ったらやっぱりこうねあのみんなを笑顔にできるようにまあ僕なりの配慮ですよね配慮。 それが本当にいいかっていうのはわかんないですけど、笑顔でいて嫌なことってあんまないじゃないですか。で、僕はね、やっぱり最低限、その、まあ、怒ってるって、まあ、昔言われてたって言ってたじゃないですか。で、そういうのを考えていくと、まあ、怒ってるような雰囲気だけは作らないようにしようと。まあ、もちろんね、真面目な時はありますよ、それはね、あの人間なんで。でも 基本的にそういうイベントに行くときには、まあ、自分から笑顔で、ね、あの声をかけて、まあ、聴覚障害者の方々に、ね、あの手話が使えなくても、じゃあどうやってやってったかって言ったときには、まあ、そういう感じなわけですよ、もう行ってみたら。笑顔で ね、あの積極的に自分から声をかけて挨拶しに行ったりとかすると、まあ、相手も心開いてくれて「ああともさん」みたいな感じで来てくれるわけじゃないですかそこに例えば言葉がないとしても手話という言語で通じるし、まあ、僕はねあの簡単なことしかできないですけどでもそういったことであの人って、まあ、いろんな形でコミュニケーション取れるんだなっていうことを。 やっぱり僕は、ね、いろんな形で、まあ、いろんな場面で本当に思ってたので、まあ、本当に過去のそういった部分をまた思い出させてもらたえた、ー、BA マラソンを、ね、走ってそして志麻さんとやっぱりブラインドマラソンを初体験で走りながら、まあ、いろいろ、ね、うまく伝えようと思ってもなかなか伝わらないこともあったわけですよねでもそれでもやっぱこう言葉っていうもので伝えられるんであればやっぱり僕自身がしっかりと、まあ、話をできるように。 話というかまあその状況を伝えられるように、えー、これからもねしていくためにもこの YouTube ラジオビジョンっていうものもやっぱりねこれ学びなんですよ、えー、本当にねあのただくっちゃべってるというだけではなくていろんなことを思い出しながらその時の自分の思い出だったりとか思いだったりとかでその時にもしかしたら相手の人たちはこう感じてたんじゃないかなっていうことも含めて。 こうやってて話をしていくと、まあ、将来的にねあの僕何度も言ってますけど僕自身もねやっぱりその時こん,なんだったんだっっったたててて思って聞いてみたいみわけですよね <laughs> そしてあの動画であればその時あこうだったなってこの頃まだ走れてたなとかね <laughs> いいだけおじいちゃんになってまだあ,あとどれくらい生きられるかわかんないけどもう一回走ってみようかなとかねいろいろ思えたりとかするじゃないですか。 なのでこういった形で残していくっていうことの中に本当にねあのファンサービス、でこれはあの例えば、まあ、著名な方たちだけがファンサービスっていうことではないと僕はやっぱり思うんですよね。これはまあ人間対人間で生きている限りかぎり自分以外の人にサービスをしようとするっていうそういうい気持ちっていうのは持ってておかしくないんじゃないかなってそれがもしかしたら思いやりだったりとかそういった気持ちになってくるんじゃないですかね。なので あのまあ、僕はね、まあ、元プロサッカー選手であって、そういうファンサービスって、まあ、ある意味割り切ってやる機会もあったわけですけど、僕は今、もう別にね、著名人でも、元プロサッカー選手でもなんでもないわけで、ただの深川智孝として、この YouTube でも皆さんにいろんなことを伝えたいなと思って発信してるわけですけど、そう考えたときには、もう本当に、あの、まあ、壁はないというかね、もう本当に、あの、 そのままの自分をあの皆さんに受け入れてもらいたいし、えー、皆さんとも、ね、あのそういった形でコミュニケーションをとって、えー、自分から、ね、あの積極的にやっぱりこうまあ進んでね笑顔で、えー、挨拶をしながらまたこれからもやっていきたいなと思ってますんでぜひねあの皆さんも。 まあ僕自身に会うことってそんなに多いかどうかっていったらそうじゃないかもしれないですけどまあ定期的にね1年に1回だったりとか会う方もいますしまあ1ヶ月に1回ね半年に1回とかまあそれでも会うことあるじゃないですかその時にいや深川君今回ちょっとブスッとしてるぞとか <laughs> まあそういったことがあれば言ってくださってありがたいなと思いますし本当にねあの僕自分で自分のことが見えてないってことを前も話しましたけどやっぱり分かんないことってあるわけですよね。 でそういうところで考えていくとやっぱり皆さんから声をかけてもらえるとあそこをね僕は昔の自分だったらいや何言ってんだよって言って俺は俺で、まあ、これが俺のスタイルなんだみたいなこと言ってたかもしれませんが今はね本当にあの受け入れてそして自分をね少しでもやっぱりこう、まあ、人間なんでよく見せたいっていうのもあるわけじゃないですか <laughs>。でもそのよく見せ方が その他者と言われるあの他人の皆さんからしていいものかどうかっていうのは分からないので、まあ、そういった部分でも少しでもねあのこれからのどれだけ生きられるか本当分かんないですけどその生きてる間にやっぱり少しでもこう皆さんにねあああの人はまあいい振る舞いをしていたねみたいな感じで思ってもらえるようなそんな深川友隆でいたいと思いますんでぜひ皆さんの方でも気になったことがありましたら。 えー、僕の方に伝えてくれたらなありがたいなと思いますそんな感じで本当にあの増田明美姉さんと、えー、僕自身もねあのまあ本当に四半世紀ぐらいの付き合いですよね行ってみたんで <laughs> あの25年ぐらいきっと付き合ってるはずですもうあのそう考えているとですねもうなんかあああの頃やっぱり若かったなって思うしであの頃のファンサービスのしていた姉さんを やっっぱ僕の頭の頭中ににはどっかにあるわけですよねで。あの光景があるんで、まあ、ファンサービスを僕自身もしたいと思うし日々の生活の中でそれぞれの愛対する人たちに対してやっぱりこうサービス精神とか、まあ、そういう敬う気持ちだったりとかそういうのを持ちたいなと思ってますんで、えー、ぜひあのこれから皆さんもしね、本当に増田家美姉さんの解説を聞いてるだけでもその人間性というかその人間味あふれた部分だったりとか。 なんんかかその情景が浮かんできますよねあのただ単に、まあ、走ってるところだけじゃなくてじゃ例えばその対象である、まあ、選手ですよねそういう選手の方の背景が見えてくるとああなるほどこういった思いを持ってこの人は走ってるんだなって思えたりとかそういう部分もね僕はやっぱりお姉さんから学ばせてもらってるので、えー、僕もそういったなんか人間味のある、えー、まあみんなに伝えていくっていうことでも まあやっていけたらなと思ってますのでえぜひ今後もよろしくお願いします。ということで、あそうだ、<laughs> 僕、それからね、あの今度、また改めて選手時代はまあそのまま走ってたんですけど、コーチになってからやっぱりこうお姉さんと会ってファンサービスをするっていうことを学んでから、ユニフォームを着て走るようになりました、選手じゃないけど。<laughs> <laughs> そう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 だ赤黒のユニフォームをまとって BA マラソンの方を走らせてもらうようになったんでそうするとね分かりやすいわけですよねあゲストで来てたあの深川さんあそうだ赤黒のコンサドレであー「こんにちはありがとうございます」とかって言ってると皆さん本当にね分かりやすくて「おコンサドレ頑張れよ」とかって言ってくれるわけですよ。 だからまあそういった意味でも本当にねあのファンサービスの一つの部分として分かりやすくするっていうことも大事なんだなと思ったので、えー、まあ皆さんいろんなところで <laughs> 僕のことを見たらあ,あれ不買ったものだって大体分かると思いますので、えー、ぜひそういう機会がまたありましたら、えー、よろししくお願いしますではこれでひとまずファンサービスのところまで3本立てになりましたが、えー、完結ということで <laughs> またね本当にゆっくり。 ファンサービスのもっともっといろんな話をしなければいけないって僕は思ってるんで <laughs>、ぜひその際には聞いてください。ということで皆さん今日も素敵な一日をお過ごしください。では YouTube ラジオビジョン終わり終了やりました。じゃあねー。イエーイ。